それでですね、一般状態は自力で昨日の夜は 13g 食べた、はい、食べました。あのやっぱり KD ですか。 KD のもうちょっとバイオームやめました。うんちの硬さいいから、はい、だから缶詰の方を73、はい、これは85食べれば1日中の半分のうち73だから結構食べた。そんなに食べたんですか、うん、すごい。あのなんだろう、あの半生のやつ。そうです、やっぱあれが好きなのかな、うん、で、すいません、ちょっとクレアチニンと SAA だけ見ます。クレアチニンが気になる。クレアチニン下がったですよ。え、下がりました？下がったですね。え、どのくらいになりました？で、1切った。あ、じゃあ1切ってないか。違うわ、1切ったんだよ。2は切ったってことですか、じゃあ先生。そうそう。ちょっともう。ワクワク。どこですか？どこだ？これだね。これですね。あ、今日。え、0.9 ですか？そう、0.9。だからさ、これ。すごいっすよ。すごくないですか、うん、これ。すごいです。これ一番最初と書いてあるけど、最初 2.8 ぐらいだったんですよね。うん、はい、で次の日がこれ同じ日ですよね。ですよね。昨日説明していただいて。うん、昨日が 1.78 だったんですよ。よ、うんうん、かった、よかった。いや、ここで上がったもんだ。で、それが今日の朝から、ね。今朝ですか、これは。今朝です。だからすごい。0.9 だ。さあ、もうあと1個ね、あの、はい、SAA っていうのを調べたんですけど、はい、これ炎症マーカーね、はい、で今回が16です、うん、前回が63だったから、で正常がここだから、まだだけど、まあ、まあ高いけどだいぶ下がってる。すごい、嬉しいですね。なんか予想外で上がっちゃったから申し訳ないけど、はい、ちょっともう最小限に選んで、はい、見たいとこだけね、はい、うん、だからクラチネンが嬉しい。で、これあの貧血してるじゃないですか、はい、ね、29とか26で、確か一番最初30だったと思うんだけど、でもそれは本当の数字じゃないよって私言ったと思う、ね、脱水してるから、はいはい、で今は点滴してるからこれが本当の数字です。26、26。あ、これは本当の数字。今日の朝が 30.5 上がってきてる。あ、よくないってこと。よくなってるとか。あ、よくなってるか。そういうこと。あ、やっと貧血してると数字が低くなってる。 あ、そうか、だからいいってことです。そうです。でもまだ普通よりは低いですけど、ね、でもだいぶ近づいてきたんです。そういうこと。こんな短期間で下がったのはすごい素晴らしい。だから明日の夜は一回変えてもらって、はい、で、もう家ではさ、お薬はもうこちらで全部終わらしておきますから、はい、お願いします。家ではご飯持ってってもらいますから、はい、あの、それ食べれる分だけ。腎臓病のドライと缶詰ね、はい、で何グラム食べたか、はい、チェックして、はい、で次の日の朝連れてきてもらう。わかりました。それで行きましょう。それから今日は朝からエリザベスカラー外してます。あ、そうなんですか。なしで、ちゃんと治療を受けます。だから夜はつけますよ。ごめんなさい、夜は何するかわかんないんで。そうですよね。なんかゴソゴソしてましたもんね、なんかあの。じゃあこれは一応お渡ししておきます。嬉しいです。やった。で、うんちね、はい、結局だから朝の治療の時にして、はい、あのまた夕方の治療の時にして、で、まあ、まあまあ硬からず柔らからず、ちょっとだけ柔らかいとこが最後の方はね、やっぱり力ん、興奮して出るやつだから、終わりだ、怒るからになるんです、うん、だけど朝15cm、夜10cm、はい、だいたいですけど25cm、そう、昨日は1日で15cm、うん、違うか、昨日も25cm、先生、宿粉がだいぶ片付いてきたってことですか。もう出てないですよ、中には。やったお腹が今柔らかいです。そう、いい、うん、柔らかくはないですね。だからいい環境になってきてるんじゃないかな。腸内環境も。そういうことですよ。で、体重はまあ2300だから、はい、来た時2200だったから、はい、この子の100って大きいですよね。僕らで言えば2キロか3キロぐらい増えたことになる、はい。そうですよね。確か直前で測った時、うちで2200だったから、やっぱそうです。あ、そうか、同じですね。そう、来た日も2200です。じゃあ戻ってきてる。で、まあ、あの、怒ってはいたけど、この子さ、あの、栄養補助すると食べてくれるからね。あ、だいぶ上手になりましたよね、うん、もぐもぐ。そうそう、もぐもぐ食べてくれるんで、はい、あれ食べて、やっぱ点滴よりもあっちの方が大事なんです、どっちかっていうと、うん、カロリーを補えるからね。看護師さんたちが上手にやってくれる、うん、まあ、どうしても、そう、不満だとは思うんだけどあの子にしていれば、なんでこんなことされるのって不満だとは思うんだけど、まあ、でも時々嬉しそうですよね、なんか撫でられたりする、うん、まんざらでもない感じですよね。そう、だいぶ慣れてくれては来てます。皆さんがよくしてくれる感じ、はい、じゃあ